相撲が大好きな皆さんこんこにちは。最後までご覧になった後皆様の気持ちやご意見感想などをコメントに寄せていただけたら嬉しいですそれでは早速参りましょう大相撲夏場所で横綱と大関が次々に休場する異常事態が起きています5月20日現在1横綱1大関がすでに姿を消しさらに大関霧島も離脱しました この危機的状況について、日本相撲協会理事で元横綱大野国の柴田山親方が強い懸念を示しています。同親方は、急上者が多い原因として、本場所前の準備不足を指摘、場所前は関取衆との稽古が、ほとんどできなくて出場してきたと、それは違うだろう、部屋の若い衆と汗をかいたぐらいで土俵に臨むのは、もってのほか、 力をつけて上がってきている若手にぶっつけ本番で立ち打ちできるかと言ったら非常に厳しいと本場所前の準備不足を指摘したさらに土俵から姿を消すのが一番の問題横綱大関は痛いかゆいなどと言ってはいけないお客さんのために出なければならないとも訴えました一方で出場を続ける二大関も 番付の重みを十分に示しているとは、言い難く上位力士の中でも崩れる歌詞はいるが、前半から崩れすぎだと厳しい評価。横綱審議委員会の山内委員長も、番付崩壊の危機と懸念を示しています。照ノ富士は、六軟骨損傷と右変形性膝関節症で、3週間の安静化量を要する見込み。 高継昇は軽椎追間板ヘルニアで3週間の安静休養を要する見込みです。特に深刻なのが高継昇で3場所連続の休場となり来場所は9度目の角番が決定的。角番になって角番を脱出してまた角番で大関は横綱に順ずる地位。横綱が休んでいる時は横綱のようなものですからね。出所身体というのも 問われる時期が来るのでは一と苦言を呈しました他の3大関も序盤で格下への取りこぼしを連発この惨状を受けて山内委員長は次のように切り捨て本当に残念なこと役力士が平幕力士に簡単に負けたら困る番付崩壊ということになりかねない各力士がもう少し番付の重みというものを理解してほしい 例えば、大学院のゼミで毎回毎回、私の読み方や解釈の仕方が間違っていると、大学院生に教えられるという、1回ぐらいなら金星になるけれど、毎回となると金星でも何でもない、最近は格下の力士が大関を破っても、ありがたみがない、再起が危ぶまれる中、師匠の時は山親方は、本人もつらいですよね。 専門家ではないので詳しくは分からないが手術をすれば最低でも復帰までに1年はかかってしまう逆に相撲が取れなくなる私も経験があるが首は本当に治りにくいなかなか痛みが取れないし痛みになれることもないと厳しい現状を明かしますではこのニュースについて国民の声を聞いていきましょう 交渉制度を復活させることが必要。怪我をしても地位が下がることを気にして、十分に治らないうちに出場するものだから、怪我が長引いてベストな状態にはほど遠いま,まで土俵に上がることになり、休場の繰り返し。また土俵の段差の解消転落時の怪我のダメージ力士の度を超えた大型化も、怪我の深刻化に拍車をかけていると思う。単なる稽古量の問題ではない。 相撲協会は古い根性論ではなく、客観的に原因を考えた方が良い。力士が怪我をするのはそれだけの原因があり、最大のものは土俵の高さだ。土俵から落ちると体の大きな力士は膝や、他の関節に大きな負担がかかり怪我や故障の原因となる。昨日の相撲でも、御嶽海は勝ったが、土俵から落ち。 しばらく動かず、ビッグを引きながら他の力士に支えられて引き上げた。次の相撲で、佐田の海も勝ったが、膝が悪いため土俵から降りるとき、しばらく降りる場所を見ながら恐る恐る土俵から降りた。連日怪我がだそうな状態が続いている。土俵をフラットにすべきで、さらに土俵の周りは少し広くすることにより、力士や周囲の人が怪我をする恐れがなくなる。 解説者が、孫富士は来場所出場できるかどうかわからない、安全に行きたいと言うと、NHK のアナウンサーは、出場できないのは残念だ何とか出場してほしいと、出場を煽るようなことを言っていた。怪我をした力士は、休場しても番付を下げずに、完全に治療させることも重要だ。大相撲のファンですが年間のスケジュールを見直してほしいと思います。 本場所が終わればすす。ぐに巡業移動距離も大きいです確かに本場所とは違う楽しみを提供してくださりありがたいですがさすがにスケジュールが過密すぎる気がします怪我も治りきらないまま出場するので長引いて結局休場こんなに悲しい夏場所になるなんてあと少しはぐれますが先日観戦に行った際に後ろの酔っ払いが霧島に対してかなりのヤジを飛ばしていました 激励とか奮起の意味合いなら良いとは思いますが、汚い言葉で罵るようなヤジをとにかく大声で叫び普通に感染してる私は不快感極まりなかったです。とりあえず発覚体制の間に変わることは何もないでしょう。今までも大した実績はなく、場所を従来通り行ってきたということだけですから。 癌として何も変えないことが伝統ではなく時代に合わせて変えながら次世代につないでいくことが伝統だと思いますがだとしたら力士自身が自分で自分の身を守るために考え方なり稽古の仕方なりを確立していくしかないということでしょうか年六場所巡業は過負荷なのではないかとはいえさまざまなしがらみ既得権益が絡まり合っていて今更減らすことは 本当に番付崩壊しない限りできないだろう。こうした問題は個々の力士の自覚の責任だけに任せっぱなしにせず、対処交渉に立って八角理事長率いる理事会が主体的にコントロールしなくてはいけないのだと思うが、その上で本人の気力あります、精神的には強いものを持っていると思うし、ここからなんとか持ち直して貴景勝の相撲が取れるようになれば。 本人も、次の名古屋場所には出ますと言っているので、優勝に絡むような相撲が取れるようになってほしい。本人も、そのためにやっていると、弟子の復帰にかける思いを代弁しました。番付制度の危機が叫ばれる中、果たして各界はこの難局を乗り越えられるのか、大相撲ファンの視線が継がれています。加えて、親方株の問題もあります。 照ノ富士は伊勢ヶ浜部屋の後継者と目されていますが、株を持っておらず、来年7月に定年を迎える。師匠と株を交換するめどが立っていません。そのため、師匠の定年まで現役を続けるしかないという球場なのです。ここで、横綱大関の球場について、もう少し詳しく見ていきましょう。まず横綱照ノ富士は、左ク軟骨損傷と、 変形性膝関節症を発症、両膝と腰の爆弾を抱え、糖尿病も患っており、場所前の稽古不足が球場の直接の引き金となりました。一方の大関貴景勝も、頸椎のけがで、稽古不足のまま場所に臨み、これで3場所連続の球場となりました。両者とも、本来なら引退が検討される状況です。しかしか それぞれ複雑な事情を抱えており、簡単には引退できないのが現状なのです。照ノ富士は一人横綱としての責任の重さから、引退すれば横綱不在の事態を招くことを懸念しています。加えて、親方の問題もあります。照ノ富士は伊勢ヶ浜部屋の後継者と目されていますが、株を持っておらず、来年7月に定年を迎える師匠と、 株を交換するめどが立っていません。そのため、師匠の定年まで現役を続けるしかないという、窮状なのです。次に、大関高景勝についても見てみましょう。高景勝は元高野花部屋の弟子で、現師匠の時輪山親方にとっては、もらい弟子、時輪山親方が本当の後継者と考えているのは、自ら育てた高野章だと言います。 そもそも貴景勝は、教会内で、あの貴乃花の弟子に株を譲るなんてと、拒否反応を示す親方が少なくないのだとか、大関は引退後3年間、しこ名のまま親方として活動できますが、その間に株を取得できるかどうかは不透明。そのため、一日でも長く現役を、続けるしかないというのが、貴景勝の立場なのです。 満身創痍でも引退できない両者の姿は、ある意味で、各界の矛盾や歪みを象徴しているのかもしれません。ここで視点を変えて、別の問題にも目を向けてみたいと思います。各界一の大助隊である伊勢ヶ浜部屋で、所属力士41人中、実に約半数もの力士が休場しているというのです。その理由の一つに、 宮城野部屋との合併の影響が指摘されています。伊勢ヶ浜部屋は宮城野部屋の力士を多数受け入れたため、関取以外が共同生活を送る部屋の数が不足、生活スペースが狭くなり、感染症のリスクが高まっているというのです。さらに、別の事情もあると各界 OB、伊勢ヶ浜部屋の休場力士のうち、復帰した松井も含めて、 宮城野部屋出身力士が19人中10人。もちろん、体調不良者もいるが、引退を検討している者もいますからね。環境が激変したことで、やる気を失った者もいれば、伊勢ヶ浜部屋の猛稽古についていけなくなった者もいる。もともと、元横綱白鵬が率いた、旧宮城野部屋の稽古は緩いと評判だった。何せ、午前中に病院に行くから、 稽古を休みますが普通にまかり通っていた午後から病院に行けばいいだけなのにつまり体のいいサボりですよそんな力士では一日何十番と相撲を取る伊勢ヶ浜部屋の稽古にはついていけませんというのが日常茶飯事だったといいそうした力士が伊勢ヶ浜部屋の厳しい稽古に対応できずに休場や引退を選んでいるケースもあるようです 伊勢ヶ浜部屋の球場力士の実に半数が、旧宮城野部屋出身者だというのは、示唆的な数字と言えるかもしれません。こうした状況を受けて、大相撲ファンからは、伊勢ヶ浜部屋の内情はどうなっているのか、宮城野部屋との合併が諸悪の根源なのでは。といった声も聞かれます。一部の力士にとって、環境の激変は、モチベーションの低下や体調管理の、 難しさにつながっているのかもしれませんいずれにせよ伊勢ヶ浜部屋の異常事態は今後の角界の在り方を考える上でも看過できない問題だと言えそうです大相撲夏場所では他にもさまざまな波乱が起きています初日の一横綱四大関総崩れに続いて記録的な異常事態となったその原因について 横綱審議委員会の山内委員長は、上位力士の精進不足を指摘しています。本当に残念なこと。役力士が平幕力士に簡単に負けたら困る。番付崩壊になりかねない。各力士が番付の重みをもっと理解してほしい。委員長はこのように苦言を呈し、大関がことごとく隠した力士に敗れる現状に、強い危機感を示しました。確かに かつては金星と、称された平幕の大関戦の勝利も、近年は珍しくなくなってきました。しかし、序盤戦から大関陣が立て続けに、黒星を喫するのは、ゆゆしき事態と言わざるを得ません。さらに、大関陣の精細なき取り組みは、各界の存亡をも左右しかねない、深刻な問題だとの指摘もあります。果たして大関力士たちは、 横綱審議委員長の叱咤激励の言葉に答えることができるのか各界ファンの視線が継がれていますこのように大相撲の危機は単に力士の休場だけにとどまりません番付制度の形骸化、上位陣の精進不足さらには親方問題などさまざまな課題が絡み合っているのですもはや一つ一つの問題に対処するだけでは 根本的な解決には至らないのかもしれません。伝統の改革は容易ではありませんが、危機的状況を脱するためには、大相撲界全体で抜本的な見直しが。